はい、ちょっと今日はね、もう久しぶりにというか初めてかもしれないですけど、ここの寝室の模様替えをしたので、ちょっとお披露目ということで、猫がどんな反応するのか見ていきたいと思います。チャチャさん、マロンさんね、もうこうずっといるんですけど、そこにルームツアーっていう風にやりたいんだよね、引っ越してね、ルームツアー2017とかってやりたいんですけどね。はい、部屋の感じはだいたいこんな感じ。いつもドアは開きっぱにして、そこは四角になってる感じです。はい、まあ、照明は置いてあるんですけど、てか今までの前の部屋の感じわかるかな、どうなってたか。このベッドがこの窓に対してこっち向きにあって、でもここのデスク、ここにあったんですよ、ベッドの横みたいな。でそっちがフリースペースみたいなのになったんですけど、これからそこに三脚立ててカメラ乗せてこれ撮影っていう感じになると思います。だからまあこういう感じのアングルですかね、これからはヒロチャンネルでね、こういう多分感じになると思います。はい、ということで、まあ部屋紹介よりはね、部屋紹介って結構自称インテリア系 YouTuber ですけどね、こういうのやりたいんだけど、インテリアの需要あんまないから狭いからね、市場が。ということで入っていただきたいと思います。オープン。さあ、第一に飛び込んできたのはマロン選手、そしてチャタ選手。上にいたか、上にいました。はい、ということでちょっとね、部屋の捜索っていうか、引っ越しだとさ、よく何変なとこ行こうとしてる、マロンが。引っ越しだとよくストレス溜まっちゃってみたいなのは聞くんですけど、別に引っ越したわけじゃなくて模様替えだからね、ストレスっていうよりは逆に何、新しいものを探しに好奇心みたいな方だとは思う。楽しいもんね、新しいものとか好きだからね、特にマロン君とかね。ね、今までといろいろ変わって。どこ乗ろうとしたの、あんた。マロン君、段ボールの上乗らんでええよ。視聴者さんからもらったやつが下に置いてあるんですけど、チャッチャ選手も冒険しております。やっぱりね、うん、女の子で大人になったといえど気になるよね。なに猫ちゃんはホコリとかでもすごい見えちゃうし、些細な音でも聞こえるんでね、いきなり変なとこ見てたりさするけど、ホコリを見てたりするんですね。もう全然ベッドのこっちの方に空気清浄機を置いて、鏡をね上に置くという大胆な感じです。うちはね、物が多いからね、難しかったね、本当に。もう全部もうリビングの方にやって、動かすっていう。まあ兄貴とね2時間で結構パパッとすぐに終わらしちゃいましたけども、大変だったぜ。ベッドの上行ってもいいよ、行ったもうちょっと軽快に飛んでほしいんだけどな。いつもとなんか違う、いつもと風景が違うって。これのね置き場所とか結構ね迷ったんですよね、難しかったんだけど、やっぱうちといったらこれじゃないですか、爪研ぎタワーなんですけど、これ、まあ、キャットタワーじゃない、爪研ぎタワーなんですけど、これの上にチャチャとかさ座ったりして結構ここ好きだから、これはなくしたくはないなと思って非常にここに置きました。なんかあんま周りに台がないところだと上に乗れないからね、上にそっからこう乗れるようにしてありますね。じゃあマロン君、マロン君どうかね、マロン君気に入った、マロン、マロン気に入った、気に入った、どうや。結構この配置いいと思いますよ、僕でも兄貴と一緒に考えてね、やったんですけど、結構難しいよね。この前の最近もツイッターでこれどうしたらいいですかって棚置こうとしてるんですけど、どうしたらいいですかって、こうしたらいいんじゃないみたいなね、送ったりしましたけど、模様替えするとね、やっぱまたね頑張ろうっていう気になれるし、たまにいいんじゃないかなと思います。はい、こんくらいでいいかな、マロ君、マロ君、マロ君じゃじゃさん、いいかな、冒険した、保険したけ。どこ登っちゃダメなとこだよ。登りやすくなっちまったな、同じ段差になってまったから。はい、ということで、お部屋ね模様替えしましたと、いう動画でした。これからはこんな感じで撮っていくので、またね、チャチャさん、はい、よろしくお願いします。